出ればすぐに出発できるわ。ここはコロニー連合の宙域だ。金製品をスキャンする間、現在の航路を維持するように。これで終わりだ。ニューホームステッドへようこそ。ニューホームステッドにようこそ。突き当たりにある建物まで向かい、そこからコロニーに降りてください。どうぞ安全に。楽しい滞在になること。面白いわね。こういう開拓地に博物館があるなんて予想外だったわ。見て回ってもいいかもしれない。凍りついてしまうからな。ここではいかなる破損、汚損行為も許容しない。絶対に歴史を破壊しないよ。ここに来るのは久しぶりだわ。相変わらず魅力的で安心した。こんにちは。ニューホームステッドにようこそ。すまない。今は話をしたい気分じゃないんだ。観光客は大勢来るが、俺たちに話しかけるほど大胆な奴は滅多にいない。何の用だ？嘘はついてないようだな。で、一体何の用だ？ここは妻のモーラの農場だ。俺は向こう入りする幸運に恵まれただけだ。モーラの家族が何世代も経営してきた。コロニーで一番の新鮮な農産物を作ってる。惑星の外から来たゴミみたいな加工品とは違うし、あの目障りなチャンクスとは真逆の存在だ。俺の知ってる限り、よその農場と大体同じだ。大きな違いを挙げるとすれば、ここでは土を輸入するか手作りする必要がある。それに温度調整は特に注意しないといけない。タイタンの地表は凍ってるし、その下も氷の洞窟だらけで適してるとは言えない。それ以外は作物に人工日光と二酸化炭素を与えるだけだ。そこまで難しくはない。気にするな。いい一日を。外の世界にはたくさんの星があるんだって。でも中には怖い星もあるみたい。こんにちは。本当は観光客の人と話しちゃダメって言われてるんだけど、私はお話ししたいんだ。それにパパにバレることもなさそうだし。パパには黙っておいてね。そっか、仕方ないね。嘘をつかせるのも嫌だし。ママはいつも嘘をついちゃいけないって言ってるもん。それで何をお話しする？あんまり、少しだけだよ。大体の子は年が近くて同じ部屋で学校の授業を受けてるの。他の学校に行ったことがないから分かんない。ほとんどは太陽系の歴史とか地球とかのお勉強。でも大きくなったら学習休暇が取れるの。ここを離れて他の学校に何年か通ってみたり、別の惑星を訪ねる旅に出たり、職業体験したりできるんだ。すっごく楽しみ。ママが言うには、外の世界のことを知ったら私たちが出て行っちゃうって思ってるみたい。でも私はパパにずっと言ってるの。私はここが好きで、パパのことが好きで、パパと離れ離れになることは絶対にないって。パパは信じてくれないけどね。パパはほとんどの子供は大きくなったら家を出たくなるものだっていつも言ってる。でも私は違う。そうじゃなくて、どこか別の場所に行ってみたいだけ。多分結構楽しいよ。パパとママのそばにずっといられるのは嬉しい。誰もがちょっとは働かないといけないんだって。遠い遠い昔の地球と同じで、コミュニティが機能するにはみんなの力が必要なんだよ。いつか他の場所で他のことに挑戦してみたいけど、今はこのままで十分かな。
他にも質問があったら遠慮なく聞いて。いつかは外の世界に出てみてもいいかもしれない。あら、見ない顔ね。観光客？それともニューホームステートに引っ越してきたの？学べることはたくさんあるわ。歴史ツアーに参加してもいいし、地元の人にここでの暮らしを聞いてもいい。友人星系にある他の星のことを知りたいの。聞いてもいい？やった！ニューアトランティスってどんな場所なの？うわ、なんて素敵なの。観光客の話を小耳に挟んでからずっと行ってみたかったのよ。もちろんこの小さなコロニーに立ち寄ってくれる人から噂くらいは聞けるけど、それ以外だと他の世界に触れる機会はめったにないの。娘と一緒に旅行へ行かせてってナサニエルを説得してみようかな。他にも質問していい？ありがとう。あまり時間は取らせないようにするわ。自由公正同盟って噂通りの無法地帯なの？そうなの？素敵な話ね。でも、もし争いが起きたら一体誰が解決するの？それぞれが自分の判断で裁いたり罰したりするの？誰もが正しい行いをするって信じられる？ああ、ごめんなさい。全部答えなくていいわ。興味をかきたてられて、つい。話題を変えてもいい？ありがとう。植物と新鮮な空気と水でいっぱいの惑星なんて本当に存在するの？そうなの？どんな惑星だろうと、ここの外よりはマシだと思うけど。わざわざ防護服を着なくてもコロニーから出られればいいのに。ああいう惑星だと自由に外を出歩けるって聞いたわ。友人星系を飛び回る人の中にはすっかり旅慣れちゃってる人がいるかもしれない。でも当たり前だと思わない方がいいわよ。他のことも聞いていい？ありがとう。宇宙旅行ってやっぱりワクワクする？今の言葉で絶対に行きたくなったわ。私たちのほとんどはニューホームステッドの地表から離れたことがないの。それを誇りに思ってる人は多いけど、私はずっと宇宙が気になってしょうがなかった。質問はこれで終わりよ。忙しいのにわざわざ時間を作ってくれてありがとう。ここの方がよっぽど地球の退屈な仕事だ。だけどそれでいい。いつかあのジャンクスってとこで食べてみたいんだけど、パパが観光客向けのジャンクフードだからやめなさいって。ブラウンホースでアニャの料理を食べたい。ニューホームステッドは僻地だって言われてる。そうなのかもしれないけど、そんなこと私は全然気にしてない。ああ、私となんて話してもしょうがないよ。クレート暮らしのつまらない人間だし。それにニューホームステッドのことを観光客と話すのは得意じゃない。ここの歴史に興味があるならモーリスと話して。私よりずっと上手だから。時々こんな風に感じるんだ。私は友達も少ないし、学部課程についていくだけでも苦労してる。ここを抜け出して名を上げるなんて一生無理な気がする。ともかくこのまま話を続けるなら別の話題に変えた方がいいかも。違うの。別に勉強そのもので困ってるわけじゃない。だって本気出せばいい成績なんか取れるし。ただ私貧乏なんだ。こんなちゃっちいクレート暮らしをしてても
フルタイムで学生しながらだと生活できるだけのお金がなくて、食べてくためには片手間に仕事を続けなきゃならない。でもそれだと成績が悪くなる。この状態から抜け出せるような気がしないんだ。本当？卒業しか方法がないって思ってた。両親がいた頃そう言われてたもんだから。でも言う通りかも。勉強は一旦お預けにして、生きていける程度のクレジットを先に貯めようかな。それから勉強を再開したっていいよね。多分行き詰まったように感じてたのは自分を追い込みすぎてたのもあるかもね。アドバイスありがとう。助かった。彼女はきっと助言に感謝したでしょうけど、本物のお金の方がもっと役に立ったでしょうね。そろそろ行く？旅行に行く余裕があるっていいよね。クレートってのは貧乏人が暮らす住居のことだよ。私みたいなね。古い輸送コンテナでできてる。限られたスペースでどうにかするしかないんだ。十分快適だとは思うよ。そもそもタイタンでいい暮らししてる人なんていないし。でも私たちは見下されてるってわかるんだよね。一部の観光客からは特に。実は大学を卒業しようとしてるんだ。おばあちゃんのような物理学者になりたい。その後はわからないけど。でもあちこちで雑用の仕事もしてる。お金のためにね。たまにジェイの店を手伝って、その代わりに物をもらったりする。アニャが人手不足だったら、たまにブラウンホースの掃除を手伝ってる。そういう感じ。思ってるほど悪くないよ。別の星の人と話すのは好き。年が近いなら特に。卒業してからどうするか、いろいろアイデアをもらえるし。だって正直ここに残りたいかわかんないしね。私の故郷であることは変わらないけど、お金がたまり次第他の選択肢を探してみたいな。話に付き合ってくれてありがとう。本当に？なんて言っていいかわからないけど、こんな親切。だって私あなたのことも知らないし。でもありがとう。あなたがきちんとした教育の重要性を理解してくれて嬉しい。それじゃあね。あなたみたいな外の人、じゃあね。絶対ここより楽しい。さて、ツアーはどうだった？勉強になったわ。メタンの収穫についてはここで初めて知ったし。このコロニー、思ってたよりずっと小さいんだな。時々君たちのように旅をできる者のことを羨ましく思うよ。いらっしゃい。この博物館のささやかな展示を見に来たのかな？ちょっと見る。もっとしっかりして。ツアー客は危ない目に遭わせないで。どういう意味だい？素晴らしい。ここにあるものは皆地球が崩壊する以前の貴重な遺物だ。私的なコレクションを除いて、こうしたものはほとんど残ってはいないのだが、我々はここでそれらの遺物を一般公開している。もし展示やニューホームステッドのことで質問があるなら、できる範囲で喜んでお答えしよう。承知した。我々のコレクションは時期によって入れ替えてはいるが、全て同じ場所、すなわち地球に由来するものだ。おもちゃ、いにしえの技術、スポーツに関する記念品など何でも揃っている。以前は地球で使われていた乗り物もあったが、置いておくスペースが足りなくなって売るはめになった。
我々のコレクションの大部分は同志の愛好家や歴史家から寄贈されたものだ。皆それらが我々の故郷たる太陽系と深い結びつきがあることを感じていたんだな。私はモーリス・リオン、このコミュニティの長老だよ。最年長の96歳として地球の歴史を守り続けるのが仕事だ。若い子らや他の惑星から来た旅人に地球のことを伝えているのだ。記憶は随分曖昧になってしまったが、正しく伝えようと努力している。ここに住み着いて間もない入植者が地球の滅亡を知った時、各々のルーツを忘れないために自分の起源である都市の名前を名字にしたのだよ。時が流れるにつれて正しく翻訳されなかったり難しく考えすぎた名前もあるが、ほとんどのものは正確だ。例えば私の家族はフランスという国のリヨンという町から来たのだよ。いいぞ、喜んで話そう。かつて惑星全体が巻き込まれるほどの大きな戦争があった。しかもそんな戦争は初めてではなかった。戦いの理由はヒトラーというひどい男が権力の座につき、罪のない人を大勢虐殺したからだ。数百万人の命が失われてしまった。コロニー戦争すら色褪せてしまうほどの被害だったのだよ。もちろんそれが私の仕事だ。人類が生まれるずっと前に恐竜という巨大な怪物が地球を支配していた時代があった。有人星系のどこかで見つかるような大型の生命体に似ていたらしい。何かが地球に直撃して恐竜の時代は終わった。水星か小惑星か隕石だったかは忘れてしまったが、それが何であれ当時の生命体をほぼ全滅させたのだ。どの話がいいだろうか。遠い昔、何千年も前に人類は巨大な壁を作った。中国という地球屈指の帝国があり、その北側に築かれていたのだ。それは万里の長城と呼ばれていて、襲撃者の群れを防ぐのが目的だった。私の記憶が正しければ、期待したほどうまくは機能しなかったのだったか。もう一度調べなければ。すっかり記憶が衰えてしまった。興味深い話になるぞ。宇宙旅行が始まって間もない頃、ニューホームステッドはタイタン宇宙基地という科学研究の拠点として始まった。月の恒星と水源からして単純な宇宙生命体を見つけられるかもしれない、そう期待されていたのだ。結局失敗に終わったが、その後はコロニー研究拠点として再構築された。人が住めない星にどうやって植民地を作るか、科学者やエンジニアが研究をした。そしてついにグラブドライブが普及し、地球に似た惑星が見つかり始めた時、過去を保存するために生きた歴史であるニューホームステッドというコミュニティが誕生したのだよ。気をつけてな。わからないわ。すまないね。何がわからないと言ったのかな。地球よ、別に大したことない。
ただの死んだ惑星でしょ。地球は我々の故郷だ。美しい星で想像も及ばないような歴史がある。私にしてみれば、地球が全ての人類にとっていかに重要な意味を持つか、どれだけ評価しても足りないくらいだ。そうかもね。もう少し調べてみようかな。はあ、すごく寒い。ちゃんと用意してくればよかった。初期のコロニー生活について学ぶのと実際に体験するのでは全くの別物だな。ニューホームステッドの歴史を見に来てよ。そしてこの星にしかない魅力を味わって。観光客は気にならない。いやあ、はじめまして。私はスターサップツアーのビル・スターサップ。ここは歴史や面白いエピソードがたくさんある場所なんだ。例えばね、君はニューホームステッドが地球外で最初に建設されたコロニーだってことは知ってたかい？もう200年以上もの間、ここには何らかの形で人が居住しているのさ。やっぱり君も歴史通だってピンときてたんだ。実はいい話があったね。私がやってるちょっとしたツアーに参加すれば、きっと君も今まで知らなかったことを学べると思うんだよね。どうだい、参加してみないかい？今なら空きもあるんだ。君さえよければ今すぐにでもツアーに出発できるよ。どうしてニューホームステッドのツアーが必要なんだ？だって教えてあげよう。ニューホームステッドは生きた歴史なのさ。ここの住民は初めて地球を出た入植者の直系の子孫なんだ。初期の入植地生活について知りたいなら今がチャンスだ。他では見られない楽しさいっぱいの展示を見ていってくれ。住民として、ブラウンホース酒場は絶対に行った方がいいよ。料理は美味しいし雰囲気もいいんだ。あまり外にいたらダメだよ、凍えるような寒さだから。これ以上下げたら無料のツアーになっちゃうよ。地元に溶け込むって感じか。面白い。いやー、お目が高い。絶対に後悔はさせないよ。なんたって私のツアーはオンリーワンだからね。それじゃああとは値段だけだね。正規のスターサップツアーはたったの100クレジットだよ。え、そうかい。100クレジットはとってもリーズナブルだと思うけどな。わかったよ。もうちょっと向上を練習しないとな。私のツアーがお値段以上だってことを証明するためにも今回だけは割引してあげるよ。それで君の言いなりになるとでも？無理だね。わざとじゃなかったんだ。本当さ、値段のことはちゃんと伝えるべきだった。チラシを見てくれたものだと思い込んでて。お詫びに何かできることはあるかな？一ついいかい？君のことが気に入ったよ。これは私からのサービスだ。それでもしツアーに満足してくれたら、後で君の友達みんなに私の話をしてくれないかな。それじゃあ早速出発しようか。よし、ここがニューホームステッドのメインコンコースだ。この地下エリアは2130年に最初の拠点であるタイタン宇宙基地が建造された時にはまだ存在しなかった。ついてきてくれ。ここはツアーの最後にまた戻って博物館のコレクションについてお聞かせしよう。だがまずは人々の暮らしているところを見てみようじゃないか。さて、覚えておいてくれ。この人たちは役者じゃないぞ。本当に暮らしているんだ。だから敬意を払ってくれ。最初のタイタン宇宙基地の住民は上で見たようなポットで暮らした。2144年に基地のこのセクションが完成すると引っ越してきたんだ。スペースは極めて限られているから過密気味だということに気づいたかい？さらに仮想にも多くの住民がいるんだが、そちらはツアーじゃ行くことができない。見て回りたいなら各セクションで足を止めるようにするよ。聞きたいことがある時でもいい。
ここまでで質問は？残念ながら地下の洞窟内はこれ以上の建築作業が難しくなったんだ。だから今のところ増えた人口は古いコンテナを積んだものの中で暮らしている。予想はつくだろうが、あまり裕福じゃない人々向けの住居だ。魅力的ではないけど機能的で居心地はいい。もともとのタイタン宇宙基地は地上により多くの居住ポットがあって、先ほど見てきたような古い施設とつながっていたんだ。コロニーが大きくなるにつれ基地は地下へと拡張し、居住ユニットはここで使われている資材へとリサイクルされた。具体的な数はわからないが、ニューホームステッドはかなり小さなコロニーだ。ほとんど見ての通りだが、さらに奥深くのプライベートエリアに住む人たちもいる。セキュリティを重視する私のようなものは他の星から通っている。よし、住民用エレベーターで地表の農場エリアに行くよ。こっちだ、どうぞ。ひとまずあの人たちはそっとしておいて農場を見に行こうじゃないか。エレベーターで上がるよ。ニューホームステッドの農場はコロニーの心臓だ。農場がなければ初期の拠点は干からびて消滅していただろうね。これらのポットは密閉され、気候も管理されている。コロニー設立当初、生き残るために必要不可欠だった水耕栽培の植物を育てるには絶好の環境だ。農場について何か質問は？もちろんだとも。今も入植者たちはここニューホームステッドで自分たちのための食用植物を育てているんだ。最近では生存に不可欠というわけでもない。他のコロニーから補助的な食料を輸入しているしね。例えば肉類、乳製品、合成食品などだ。だが市民のほとんどはニューホームステッド産の持続可能な食品にプライドを持っている、ね、最近じゃ銀河系の他の場所にあるものも混じってるけど、昔は全て地球から持ち込まれたものだったんだよ。たくましい根菜が多かった。じゃがいもや人参、ビートとかね。それをトウモロコシ、豆、さや豆、大豆といったもので補っていたが、安定的に栽培できるものではなかった。いい質問だ。大体同じだよ。なぜならこのコロニーがあちこちで見かける技術の先駆けだったからだ。だが見ての通り、ここの農場は小さいし、作業は人力だ。ロボットじゃない。他の有人成形でやってる大規模な工場型農場と比べれば、ここのやり方はやや古めかしい。では先に進もう。ツアー後半ではブラウンホース酒場によるよ。そこの料理はこういった地元産の食材を使っているんだ。だがまずはすぐ近くにある次の目的地へ行こう。ついてきてくれ。信じられないかもしれないけど、旧バイオラボはこの建物のちょうど裏側にある。そこの広間を通り抜けるよ。もう使われていないけど、コロニーはタイタン宇宙基地を歴史上の展示物として再現したんだ。退屈な仕事だ。本来の目的に忠実に従ってね。残念だけど今はちょっとした修復作業中だ。本来なら微生物をどのように探したのか学べる、かつての子供向け体験型アトラクションで遊べたんだけどね。シドニアの方が地球に近いかもしれないけど、ここの方がよっぽど地球の伝統を守ってる。誇りは容赦してくれ。旧タイタン宇宙基地バイオラボについての質問にはいくらでも答えるよ。面白い質問だね。残念だけど何も。 NASA はタイタン宇宙基地計画に資金を出した。タイタンのメタン湖には原始生命体の生まれそうな条件が揃っていたからね。いろんな場所で調査が行われた。ディープコアの氷を採掘したりね。それでも何も出てこなかった。まあ NASA は2132年で異星生物学プログラムを打ち切った。でもキャサリン・ニーリーという科学者が過酷な環境における新型コロニー建築の研究を提案したんだ。
それで2135年に人類がどこへ探検しても生活できる究極の居住地研究が始まったのさ。このラボにはその研究で使われたコンピューターが収められている。ここはコロニーの倉庫でもあるから広大な貯蔵スペースがあるんだ。おっと失礼、説明するのをすっかり忘れてた。ここはもともとそう呼ばれていたんだ。 NASA は宇宙基地への関心を失うと2185年にそこを譲った。その場所はニューホームステッドと名付けられ、歴史的な場所として展示されるようになったのさ。いいとも。では次の目的地だ。この後は外へ行くから、スーツが密閉されているか確認しておいて。結構寒いよ。この惑星の動力を確認するため、タイタンの氷の荒野に出かけるよ。外へ出たら足元に気をつけて。気を抜くと氷で足を滑らせるよ。ドクター・ラコタの診療所へ怪我人を連れて行かないことを目標にしてるんだ。気をつけろ。この辺りにはツアーの順路に含まれていない危険なエリアがいくつもある。滞在を楽しんで。ともかくどこまで話したっけ。ああそうだ、ニューホームステッドの動力源だ。ご想像の通り、その昔エネルギーを生産するのはとても困難だった。なぜなら当時の技術はかなりお粗末だったからだ。だがお粗末云々は置いておいて、古い宇宙基地を支えていた技術なのは確かだった。そして聞いたら驚くよ、なんと同じ技術が今も使われているんだ。この古いコロニーの面白いところは、そのほとんどがクリーンで再生可能なエネルギーで動いているという点だ。次はその手法の一つを見てもらうよ。そう、ニューホームステッドの有名な風力発電だ。ここがコロニーに選ばれた理由の一つが、この恒常的な風なんだよ。安価でそれなりに頼れる動力源として、このタービンは建造された。以来コロニーにとって不可欠な役割を果たしてきた。では風力発電の話をしようか。おおよそはね。時折電圧の低下があることに気づいたかな。この古い機械はよくフリーズしてしまうんだ。文字通り氷のせいでね。重要な生命維持システムのためにメタンの貯蔵はあるけど、その他の電力はほとんど目の前のユニットが供給している。歴史の一部を見てるんだよ。そりゃ風力は銀河中で使われているさ。でもここの人々は何百年もの間それでなんとか暮らしてきたんだ。すごいことさ。昔はこれしかなかったってことも、今でもそれを使い続けているってこともね。そうなんだ、タイタンの地表に吹く風はそこまで強くない。でも高度とその他の条件が持続的な風力発電に最適だったんだ。大気のある他の星と同様に、高くなるほど風が強くなる。君がボスだ、最高。さてお次はタイタンの大いなる天然資源について学ぼう。タイタンはメタンやエタンのような炭化水素が豊富だ。ニューホームステッドへ降りた時にその巨大な貯蔵庫を目にしたはずだよ。私はこの星の自然美の一つだと思うことにして。無論近づいてはならない。美しいものは何でもそうだが、危険が潜んでいるからだ。ちょうど私の元妻のペットみたいにね。とても美しい、なんて呼ぶべきか知らないが、生物を飼っていた。そいつを撃ったやつも何という生物でどこから来たのか知らなかった。正直なところ売買が合法だとは思えなかったね。そいつは虹のような色の羽に覆われていて、とっても美しかった。でも噛みつくんだ。結局危うくて失いかけて入院する羽目になった。それでも彼女はそいつを手放そうとしなかった。ともかくそれが彼女が元妻になった理由だ。
まあ私のことはいい。メタンとか他の資源の話をしていたんだよね。ねえ、信じられるかな、その昔20世紀の地球ではこんな天然資源や石油をめぐって争いが勃発してたらしい。彼らには月があった。ほぼ炭化水素でできていて、すぐ手が届きそうなところにあったのに手に入れられなかった。それを思うと技術は目覚ましい発展を遂げたね。ニューホームステッドは有人星系で最古かつ最大のメタン処理プラントを擁している。毎年 UC の技術者が1ヶ月にわたる入念なメンテナンスを行う。これほどの長きにわたってここが稼働し続けている理由だよ。あまり機械の近くには連れていけない、責任問題とかがあるからね。でも質問には答えられるよ。質問かい？いいとも。ほとんどは輸出だ。この星はメタンがとても豊富にあって、そのための施設もある。 UC のメタンの多くはタイタン酸なんだ。もちろんニューホームステッドの人々もいろんな用途に使っている。熱を生み出したり、呼吸可能な酸素に変えたりね。現代科学の力さ。あー、そんなこと聞かれるのは初めてだ。メタンを食べる微生物と関係があったんじゃなかったかな。正直言うとわからないんだ、ごめん。1ヶ月操業停止したままってわけじゃないんだ。実際に完全停止期間はない。この施設のシステムには冗長性があるから、部分的に停止しても産出量が減るだけで済むんだ。その間 UC は他からの資源入手量を増やしてニューホームステッドに必要なメンテナンスをさせている。全く構わないよ、また後でも時間はあるし。さて、次の目的地は興味深いところだよ。最近ツアーに組み入れたばかりなんだ。面白トリビア、このツアー唯一の天然の継承でもある。これから見るのは氷の戦闘で、我々が愛着を込めてユミルの角と呼んでいるところだ。このコリスには昔流行ったファンタジー小説のキャラクターにちなんだ名前が付けられていたんだけど、訴訟が怖かったんで数百年前に変更されたんだ。さて、コリスってなんだ？そう思うかもしれない。コリスというのはラテン語の丘という意味だ。そして科学者たちは惑星表面の丘にのみこの名前を与えた。だから実際によく耳にするのは複数形のコルスだ。スペルにも E が入る。君の出身地で耳にしたことはまずないだろうな。それというのも未開の惑星のための言葉だからだ。自分の目で見たものを描写する技術がなかった頃の言葉さ。そのためこの言葉は太陽系で一般的に使われている。だが酸素の済んでない星々について語られる時には耳にすることもあるだろう。この星にはたくさんのコリスがあって、人々はそういう歴史を残しておきたいと思っているのさ。さあ着いた、ユミルの角だ。近くで見ても構わないよ。この地形は古代の火山によって生み出されたそうだ。蒸気と風、そして長い間の風化とかだって話さ。でも 100% 確信があるわけじゃない。古代北欧神話ではユミルは最初の四つんで下の巨人だった。神話では男女がいて、全巨人の祖先を脇の下から生み出したとなっている。ユミルは北欧の神々よりも前からいたんだ。神々はなんとユミルを殺して地球を作り、その死体から全人類を作り出した。面白い物語だよね。そしてこの角はおあつらえ向きのモニュメントだ。素晴らしい。では次の目的地だ。さて中へ戻ろう。メタン処理施設を通るよ。途中にあるものには一切手を触れないでくれ。ここをより安全な場所にしたいというドクター・ラコタの願いを尊重したいんだ。それでもう一つ思い出した。この辺りの人たちの名字は地球での出身地にちなんでいるんだ。何か役立ちそうなものはあった？興味があるなら博物館の学芸員のモーリス・リオンが詳しいから聞いてみてくれ。メインコンコースの中にいる。喜んで教えてくれるよ。この辺りの人々は例外なく旅行者に対してとても親切なんだ。
最近では観光業がコロニーの大きな収入源でもあるから大事にしているのさ。ほとんどの人はここでの生活について喜んで話してくれるだろう。彼らにとって過酷な暮らしは誇りの源でもあるんだ。今通り抜けているエリアはプラントの神経中枢だ。ここで技術者が稼働状況に目を光らせている。メタン生産はコロニーの生活を支える重要な活動だから、何か問題が起きても技術者がすぐに気づいて対処するんだ。ともかく次は氷の鉱山に向かうよ。そこは天然の泉で地下深くから水が湧き出している。だが寒さのために地表に近づくと凍ってしまうんだ。氷の鉱山について他に聞きたいことはあるかい？全てではない。水の一部はメタン処理の副産物なんだ。だが大抵は緊急備蓄として保存される。いい質問だね。水がメタンや他の化学物質で汚染されるのを防ぐとか、そんな感じだと思う。氷は水に不純物が混じるのを防いでくれる。少なくとも私はそう聞いている。おすすめしないね。第一に、ここは作業現場だ。第二に、ろ過した上に汚染物質を検査しないとならないからね。でも心配いらない。ツアーが終わる前にどこかへ寄って何か飲もう。もちろん足元に気をつ。また氷の鉱山を学びに来た観光客か。氷の鉱山は危険だ。質問に答えてやるから探検に行くのはやめとけ。未だにそんなことを聞かれるとはな。滑る、尖っている、壊れる、崩れる、明白な理由だけでもこうだ。それにタイタンはメタンガスが多く氷に閉じ込められていることがある。メタンは条件が揃えば爆発するしな。そして吸い込みすぎると窒息する。へえ、お前もわかるか。この仕事の難しさを知っているやつと話すのはいい。誰もが知っているわけじゃないからな。何を採掘しているのか聞いてもいいか。うん、なるほど。予想とは違う答えが返ってきたな。だが原子とか言ったか。俺の知る限りそれはむしろネオンの奴らのやっていることに近い気がする。さて、採掘の話なら一日中だってできるが、俺もさっさと仕事に戻らないといけなくてな。飲み水のためだ。あと、お前が吸っている空気を作るのにも少し使ってる。使った水の大半は再利用しているが、それでも安定した真水の供給源が必要だ。幸い、タイタンにはたっぷりある。まず、ニューホームステッドは裕福なコロニーじゃない。それに俺たちは昔ながらのやり方に誇りを感じている。いわゆる生きた歴史の一部ってことだ。それでいいんだ。ここで精一杯働き、やりがいを感じている。用心しろよ。氷の鉱山について。いいとも、先を急が。ツアーの最後にもう一箇所見るべきところがある。しかもそこは私のお気に入りの場所でもある。このコロニーには現役で営業を続けている最古の店があるんだ。その名もブラウンホース酒場。ブラウンホースは地下が作られた時、科学者や労働者のための簡素な食堂として誕生し、それ以来同じ一族がずっと経営してきた。さて、ホースって何だ？知りたいよね。ホース、別名マッドは、地球にいた大型の四足動物で、移動手段や肉体労働に使われた。地球の人々が宇宙旅行を夢見るようになるずっと前、自動車のような古めかしい機械が登場するよりも前から、馬はあちこちにいた。古い映画で見るか、どこかで読んだことがあるかもしれない。初耳だという人はぜひ調べてみてくれ。美しい動物なんだ。
酒場の初代オーナーは馬に夢中だった。私が知っている話では馬をたたえて店にその名をつけたそうだ。またブランホース酒場という名前はこの店が誕生する数百年前の地球にあった似たようなレストランにもちなんでいるらしい。さあ好きな料理を頼んでくつろいでってね。いらっしゃい、私はアニャ。ブラウンホースに来るのは初めて？そうなのね、来てくれてありがとう。楽しんでいって。食べ物も飲み物もいろいろ取り揃えてるわ。中には何百年も受け継いできた秘伝のレシピだってあるんだから。それで注文は何にする？ブラウンホースのこと？人類が地球の外で暮らし始めた後に限って言えば歴史上最も老舗のレストランよ。この建物には歴史が詰まってるし、自分で言うのもなんだけど自慢の料理や飲み物だってある。何世代も受け継がれてきた店なの。タイタンに初めて植民地ができた時に私のおばあちゃんのおばあちゃんの何か言えばいいか忘れちゃったけど、そのおばあちゃんが店を開いたの。ただのシンプルな食堂に愛と趣をちょっと加えただけ。それが今やニューホームステッドの誇りと言われるお店よ。ううん、全然。地元の人のほとんどはチャンクスを避けるから料理はしたくないけど作りたての食事が欲しいって時はうちに来てくれるの。あのジャンクフードを食べるのは観光客だけよ。あ、うちの旦那にはこれ内緒ね。旦那はチャンクスを経営してるの。もちろん彼を愛してるけどちょっと熱狂的すぎるところがあって。忠告しておくけど、あのうまそうな匂いで腹が鳴る。ブラウンホースについて説明させてもらえるかな？おいおい、他の店は地球を捨てた時に全て怪人に帰したんだ。厳密には火星にもっと古い店もあったけど、ずっと昔に店を畳んだか代替わりしてる。そいつは難問だ。正直なところ、アニャが作るものは何でも大好きなんだ。特定の料理を勧めたりしたら彼女に失礼だ。本当の答えが知りたいって？全部注文しろ。アニャ・シアトルはブラウンホースの現在の経営者さ。この店は何世代もシアトル家が経営してきたんだ。だがアニャがもっと詳しく語ってくれるだろう。遠慮せずに聞くといい。彼女がいるのに私が話すのもおかしいしね。よし、わかった。よし、最後の目的地だ。スタート地点に戻るぞ。このメインコンコースにある展示物を自由に見学してくれ。ここの展示物は人類が地球を去る前の貴重なガラクタだ。そしてモーリスがコレクションについて喜んで語ってくれるよ。もっと知りたいことがあれば、博物館の学芸員のモーリスが喜んで答えてくれる。さて、これでツアーは終わり。スターサップツアーを楽しんでもらえたかな。ガイドをした私も楽しかったよ。おお、こいつは実にありがたい。君のような親切な人のチップが頼りなんだ。だから心の底からお礼を言うよ。引き続きニューホームステッド滞在を楽しんでくれ。まあ、とても気前がいいのね。そんなに羽振りがいいのなら私にもちょっとお金を恵んでくれない？元気でね。治療が必要なの？私に何か用？新しくてピカピカの医療施設はないけど、きっとあなたがいたところよりは楽よ。人口が少ないし、誰もが自分の健康と福祉にしっかり気を配ってるから、私の手に負えないような事態は滅多にない。仮に手に負えなくても、その時は別の星の専門家に連絡できる。私たちのやり方はそこまで原始的じゃないのよ、噂と違ってね。過酷な星だけど、室内にいるか
外出するときは防護服を着れば大丈夫よ。この惑星の空気は呼吸できるものじゃないし、防護服がないとすぐ凍え死ぬけど、それ以外の危険は最小限と言えるかな。ニューホームステッドは初期のコロニー研究拠点だったし、時の試練を耐え抜いた。安全でどこでも住めるっていう証拠よ。そんなに心配しないで。嫌いよ、ニューホームステッドの文化をバカにするから。それに無茶ばかりするし、前にも言ったけど、住民より観光客を治療してることの方が多い気がする。いえ、もしかしたらあるかも。あまり知られてない人にこそぴったりなやつ。私は山のような仕事に追われてるし、守るべき評判もあるから。この前リアルな怪物のコスチュームを買ったのよ。それを着て観光客を追い払って、タイタンには恐ろしい生物がいるって噂を広めたかったの。そんな噂があれば私が安心できるくらいには観光業が落ち込むと思ってね。いいわね。正直私もうまくいくかわからないけど、やるだけならただよね。これがコスチューム。地上の方が効果的だと思うから、観光客の集団を見つけたら走り寄って説得力のあるエイリアンを演じてね。うまくいけば悲鳴を上げながら逃げ出して、さっさと帰りの宇宙船を予約するはずよ。リアリティを持たせるためならためらわずに何でもやってみて。ただ個人から買い上げたの。高校生がスポーツチームのマスコットキャラとして着てたのを手に入れたらしいわ。クマムシか何かだったのかな。とにかく私が買った相手はインディーズ映画を作ってたらしくて、それに使うために少し改良したんだって。でも映画が行き詰まって売るしかなかったそうよ。私にとってはラッキーなことに。もう当分戻ってこないでしょうね。こんなバカみたいなアイデアに付き合ってくれる人が見つかって本当にありがたいわ。そうだ、また後で同じことをもう何度かやってくれたら、コスチュームはあなたにあげる。体験できる場所だが、住んでいる人々。この古臭いタービンを維持管理するのは簡単なことじゃない。そのことをもっとみんなにも知ってもらいたい。あら、こんにちは。電圧低下の件？電力システムのマネージャーだから、ここまで来て私に話しかける理由は他にないわよね。やっぱり。大丈夫。この地域が抱えてる問題なのよ。市民も訪問者も現状とそれが治る予定を知る権利がある。でもこの状況がいつまで続くかわからない。私はここでシステム全体を監視する必要があるし、今のところ現場に出向いて対処してくれる人は他にいないの。まだ働き始めて数ヶ月なの。古い装置に取り組むのが少しもどかしい時もあるけど、すごく楽しいわ。子供の頃ニューホームステッドのツアーに参加したの。あまりにもここが好きすぎて、学校でエネルギー科学を学んだ後戻ってこれるチャンスに飛びついた。珍しいと思うかもしれないけど、タイタンの過酷な地表に挑戦したかった。そのチャレンジが今の仕事に興味を持った理由の一つでもあるわね。ここに来る途中、あの大きな風力タービンを見た？それが私たちの電力の主要供給源なの。タイタンの強風のおかげで機械が氷に覆われない限り
ほぼ継続的に電力を生み出せる。ううん、生まれも育ちもニューアトランティスでも大丈夫。この小さな惑星がずっと好きだったから。小さいって言っても星そのものはそんなに小さくはないけどね。最初の頃、別の星から来た私はみんなに少し警戒されてたけど、地元の風習に合わせて名前を変えたら信頼関係を作るのにすごく役立ったわ。私も問題なかった。遠い遠い昔に先祖が暮らしてた地球の都市を名字にしたのは今でも誇りに思ってる。それは悪くないかも。私はまだ仕事を始めたばかりだし、実はちょっと苦戦してる。手を借りたいの。レーザーカッターの使い方が上手で、電力システムの機械についた氷を割ってくれる人がいたら助かるわ。そうすればショート問題が解消して電圧も戻るはず。あなたならできそう？わっ、ありがとう。あなたが来てくれてラッキーね。くれぐれも自分や機材を傷つけないようにね。私はここで観測を続けておくから。氷の件はどうなった？よかった。あとは自分の力でどうにかできる。ありがとう。前より長く持つといいんだけど。